同じように性について悩む女子選手に選択肢を示したかった。女子サッカー元日本代表選手、横山久美はそう語る。2年前にアメリカで、性自認が男性のトランスジェンダーであることを公表した。今季、女子サッカーナデシコリーグ2部、岡山ユノゴーベルに電撃移籍し、キャプテンとしてチームを率いる。公表した背景や自身のサッカー人生について、 そししてチームの人たちを取材した取材材文田中優ヤフーニュースオリジナル特集文中継承略女子サッカー選手としてこの湯の号でやりきりたい午後の日差しが差し込むグラウンドに甲高い声が響いていた止めれるよ惜しい負けないようこだわれそこ小柄で単発の選手がゲーム形式で練習する女子選手の間を縫って走り回り 全体に絶えず目を配っては声をかけ続けた。今日はおとなしい方、普段ならもっと吠えてますよ、と練習を撮影していた広報スタッフが教えてくれた。女子サッカーなでしこリーグ2部、岡山湯のゴーベル、岡山県三正市に所属する元日本代表選手、横山組29。昨年まで所属したアメリカ女子プロサッカーリーグ、NWSL、ボッサム FC を退団し、 今季から10年ぶりにユノ号に復帰、キャプテンに就任した。横山は2年前、政治人が男性のトランスジェンダーであることを、元日本代表、長里裕樹選手の動画サイトで公表している。その後ほどなく、パートナーの日本人女性とバージニア州で婚姻届を出した。公表したのは、こういうやり方もあるんだよと、同じように性について悩んでいる女子選手に選択肢を示したかったから。 そういう子たちに一人でも多くサッカーを続けて欲しいんです。20歳の時、渋さを切除する手術を受けた。それ以外は男性化のための医療的措置は一切しておらず、ホルモン剤も服用していない。それらは引退後のことだと決めている。男子の中でサッカーを続けることが自分の使命ではない、とも。自分の中では男になるっていうことは、 サッカーに区切りがついいた瞬間だと思っているので女子サッカー選手としてこの湯の号でやりきりたい横山は小学校1年からサッカーを始め FW としてずっと一戦でプレーしてきたその中で自分と同様生まれた時の性別に違和感を抱き悩んでいる女子プレイヤーを何人も見ている男になりたいからとサッカーをやめていく子たちが結構いました 中にはすごくポテンシャルの高い、やる気も実力もある子たちがいて、本当にもったいなかった。男になれたのは嬉しいけどサッカーは続けたかった、という声も聞く。自分自身、同じ選択をしようか悩んだ時期があった。でも、お前はまだ上に行けるから、絶対に続けろ。悔いが残るぞ、って後押しされたこともあって、今まで続けてこられたと思います。 女子サッカー選手としての横山のキャリアは華麗なものだ。中学時代から東京都選抜や関東代表に選ばれ、さらに U17 女子 W 杯でも活躍した。サッカーの強豪高校を卒業後、横山は当時トップリーグ、男子リーグの J1 に相当、に属していたユノゴーベールの一員となる。2年を過ごした後、移籍した AC 長野パルセイロレディースでリーグ得点王となり、 日本代表に選出されている。2017年に1年間、ドイツ・フランクフルトに期限付き移籍。2019年には女子プロサッカーの最高峰と言われるアメリカに渡って3年間プレーし、リーグ優勝も経験した。その間にユノゴー・ベールはなでしこリーグ1部から2部へ降格もした。女子リーグの再編を経て、 なでしこ2部は男子リーグで言えば J3 に相当する位置づけとなり、昨シーズンはその再開に。地域リーグとの入れ替え戦を経てギリギリのところで降格を免れている。ここにアメリカ帰りの横山が入団したのだ。そのような、まさに、超隠した、絵の電撃遺跡が2022年12月に発表された。引退を先延ばし晴れ物扱い、市内クラブへ。 アメリカで3シーズンを過ごした後、横山は引退するか迷っていた。サッカー選手として、アメリカでプレーするというのが目標でした。それが叶って、しかもすごい充実した3年間を過ごして、年も年出しもいいかな、と、それを本位させたのが、ユノゴーベールからのオファーだった。シーズンが終わった頃に、お世話になった人たちから、まだできるでしょう。 辞める前にユノゴーベールでまた街を元気にしてよ、と言われて。以前からよく知っているユノゴーの塚さん、塚本一郎会長からも電話をいただきました。高橋久岬 GM はすぐに東京まで会いに来られた。帰国してサッカーを続けよう。それなら最後にユノゴーでやりたい。と、気持ちが固まりましたね。パートナーは同じ東京生まれで、地方暮らしの経験がない。 もしも彼女が辛くなったら単身赴任をする覚悟も固めている。トップリーグのクラブからも遺跡話はあった。高いレベルの選手たちと戦うことは魅力的だったが、戦術が固まっている中に横山のような個性の強い選手が入っていくことは難しくもある。セクシュアリティに対する先方の受け止め方に引っかかりもあった。クラブの方から、 自分がトランスジェンダーであることで、誹謗中傷も絶対来るし、ファン、サポーターがどう受け止めるかも予想できないけれども、そこはどのように考えているんですか、と聞かれました。それで、自分は何も答えなかったです。そういう感じなら、こちらとしても大丈夫です、と。ユノ号に来ることを決めたのは、ここはそういう、晴れ物扱いみたいな空気がほぼなかったことも一因です。